広重、名所江戸百景より、辻う内八津工事イコール現在の交通博物館跡地神田郵便局あたり、明暦大化の後筋川橋門に隣接して設けられた避暑地であった。画面奥は神田川。その手前には日よけ土手が見える。土手の切れ目は昌平橋。なお、それまで連尺町と呼ばれる超人地がここにあったが、 住民は郊外に移され、その後神殿開拓に当たっている。過助地とは、江戸幕府が、明暦3年の明暦の大化をきっかけに、江戸に設置した、防火用の空地。抗義では、同様の趣旨を持った街路である広工事なども含まれる。このため、競技の避助地を、日よけ明智と呼んで区別する場合もある。江戸の急速な発展により、火災の危険が増大したとして、 その炎症防止のために避暑地を作る構想は、早くから存在したとされているが、実際に実行されたのは、明暦の退化による甚大な被害の後であった。胴体化後に焼け跡5箇所を避暑地に当てたほか、以後も、主として、江戸城への累症を防止する観点から、江戸城の北西側を中心に少しずつ増やされて、今日年間には13箇所にも増大された。ただし、 避暑地は単なる空き地だったわけではなく、避暑地の機能を損なわない範囲内で講師に利用を許すこともあった。このため、幕府の役員や和は小規模な露天並びが設置されている例も存在した。江戸城への延焼と町人地内での大火への進展抑制を目的として配置されたと考えられ、明暦の大火後は外堀と隅田川の隣接に配置江戸城の 北西方向に配置超人地の中心部に配置が該当する。元禄期頃までは日よけ機能の専用空間であった避助地は元禄から共放期にかけて防火体制の整備や都市共同体の成熟により防火よりレクリエーションのための広場としての性格が強くなり時代が下るとともに観楽地として進展していった。それがあまりに過熱したため 延響年間には一部を除き、娯楽利用が禁止され、日よけ機能潤化策が取られた。遊興地としての利用が引き続き許された、両国境付近は、法歴年間には空前の盛況となった。明は、安永期頃より、各地で、避除地での娯楽施設の設置申請が相次ぎ、禁止されていた地域でも再びレクリエーションの場として発達していった。 江戸の広場 ISBN41 億3020万1387。ありがとうございます。